テレビ朝日などが主催する日中ジャーナリスト交流会議が開かれ互いの共通点に目を向け信頼関係を作ることが重要だという認識で一致しました会議は日中の著名なニュースキャスターらが参加して今後の日中関係やメディアの役割について話し合われました2日間の議論を総括する報告会では 日本と中国との相違点や対立について客観的で冷静に報道することの重要性や経済、文化などの共通点を重視して長期的な視野で信頼関係を築くことの大切さというのが確認されました。